まあそうですね、まあ、今回の相手だけとかじゃなくて、うん、どの選手がどの相手が来てもいいようにどの相手でも倒せるような練習はしてます。別に今回だけの対策とかじゃないですね。したことってあります？あ、またウルノ道場の人かってなんか最初ですかね、うん、前にテストに出てたっていうのは知ってった？いや、その後ちょっと名前で調べて、で、ああゼスト出てたんだっていうのを知りました。なんですかね、やっと盛り上がりつつある階級じゃないですか、ゼストで。なんか横取りされたくないなっていうのが正直なとこですね。うん、俺がベルト持ってた方が面白くなると思うんで、盛り上がると思うんで、俺が面白くします。まあ、かかんないですねそんなのは、うん、もっと下の選手にかければいいんじゃないですかまあ基本はそうっすかね。まあ全然投げれたら投げますし、はい、一本取れたら狙いに行きますよ全然。とにかく多分俺を捉えるのはちょっと難しいんじゃないですかね、動くんで。はい、緊張感は持ってますけど、まあ全然ビビるとかないですね。全然いけるいけるって感じです。面白いですよねそれがすごく今面白くてしょうがないです。そうですね、でもいいんじゃないですか、みんな強くなってその中で一番決まるんだったら。みんな周りが弱いのに一番でもしょうがないんで、周りが強くて一番のがやっぱ価値のあるベルトだと思うんで、そうなってくれる方がいいですかね。やっぱこの試合だけじゃないですけど、これから先も俺が勝った方が絶対面白いです俺が勝った方が、うん、面白いですよね、うん、そのためにも今回は勝たないと面白くなくなっちゃうんで なるほどですね。まあまあ俺がいる以上は、まあ居場所をそう簡単に作らせるわけにはいかないんで、はい、まあ今回はバッチリ俺が勝たせてもらいます